名盤ラジオ、前回からの続き。名盤ラジオ、爆竹の殺しの調べを取り上げて話をしております。拓也です。今回もよろしくお願いします。爆竹のお時間です。N ゾーです。こんばんは、秀樹です。よろしくお願いします。はい、殺しの調べということでやっておりますけど、前回はね、アイコノクラズムでいろいろ話が発展しましたが、一曲目で終わってしまいましたね、前回は。うん。まあ、こっからね、また、ガンガンやっていきましょうという感じです。そうですね。はい。はい。で、二曲目が、悪の花ということで、またこれが、悪の花ですよ。これは、すごい代表的なじゃないですか。すごい、なんか。これは、やっぱね、爆竹といえばっていうところでは。はいはいはい。もう真っ先にやっぱ出てくる曲に、うん、一般的にはそうなんじゃないかな。爆竹もいっぱいあるからね。どうなんですか、ね、一般的には爆竹ってそんな出てこないんだよ、多分。まあ、そもそも。まず、そもそも一般的に語ることができて。いやいやいや、でも、悪の花とかはでもめちゃくちゃやっぱテレビこの時とか出てただろうし。うん、実際売れてるし。ジャストワンモアキスとどっちが、あれだ、悪の花と。じゃあ、そうなんだろう。悪の花も相当インパクトあると思うけどな。ああ、まあ、そのジャストワンモアキスってその CM ソングになってたっていうのもあって、やっぱ、パブリック的な広がりのある曲だったと思うんですけど、圧倒的に悪の花の方がインパクトはでかいかな。本当やっぱ爆竹は悪の花みたいなとは あるよね。てかあったよね。なんかその後もテレビで結構やってるんですよね、悪の花って。うん。Mステで、そのリリースの時期関係なく、うん、悪の花やったり。うん。僕もグラマラスの時にテレビ出演なんか、まあそれは深夜帯のやつですけど、はいはい、うん。見たときに悪の花とセットでやってましたから、ね。ああ。うん。じゃあやっぱまあ、悪の花は見たいよね、みたいなところが、やっぱり。まあ、ルナシーでいうロージアみたいな。まあ、ロージア枠だよね。まあもう、そうですね。確かに。とりあえずなんか、求められてるやつみたいな。絵が悪の花ってのもやっぱ、僕が爆竹らしいなとは思うんだけど。無駄花ですよ。確かに。うーん。ネーミングっていうか、タイトルがやっぱもう、悪の花。しかもこれって、ねえ。リリースタイミングが。リリースタイミングがやらかした後でしょ。やらかした後。やらかした後に悪の花ってやってぶち上げてくんだからもう。いやー、確かに。これやっぱ普通じゃねえよな。すごいっすよね。いや、そこがやっぱね、めっちゃかっこいいんだよね、もう。これもう、不謹慎だけども、かっこいいんだよね、それが。そうっすね。今の時代だったら、ほんとなんかね、もう炎上しまくっても、叩かれまくって。反省してね。そうそう、何も反省してねえじゃねえかっていうあれなんだけど。そこがかっこいいんだよなっていうのはあるよね、一つ。そうっすね。ロック、うん。そうっすね。ロックスピリット的なところでね。ちょっと僕ら反応しちゃうところですよね。うん。そのね、もう、ギリギリのボーダーラインで、うん、かっこいい、政府の方に行く。うん。個人的にはもうね、ギリギリ政府みたいな感じなんだけど、人によってアウトっていう。そうそう、もう、基本、もう一般社会的にはもう、アウトなんだけど。そこのライン、ギリギリのラインがね、かっこいいんだよっていうところなんだよ。そうですね。一気ギリを攻める。まあ、いいかね、薬物ぐらいはよ、みたいな。
人を殺したとかだったらもう、はい、もうそれアウトですってなるんだけど。はいはいはい。このギリギリのラインなんだよな。これで悪の花だったらもう、いいんじゃない？かっこいいじゃんってなっちゃうのが、これはもうね、ここでしか言えないようなとこだけどね。はい。炎上するかもしれない部分だけど、うん、そう、そこがいいよねっていう。まあね。いやー、でもね、この曲は本当に、なんていうか、このバージョンはやっぱもう、かっこいいですよね。かっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいですね。オリジナルとの比較っていう意味で、その、うん、僕は、オリジナルの方を先に聞いてたんで、あ、だからまあ、この曲って、まあ、その、代表曲っぽいのも、もう、なんかその時に、ああ、そうなんだっていうのも知って、で、ああ、まあ、確かにかっこいいっていう風には思ってたんですけど、うん、結構なんか音的に、って、やっぱ、当時も思ってて、90年代終わりぐらいですけど、なんかイントロのリフとか、なんかかっこいいのになんかちょっと控えめっていうか、結構なんか左側に寄ってて控えめで、なんかもうちょっと大きくてセンターで鳴らしてくれればいいのに、みたいな、とか思ってたりとか、もうちょっと全体的にガツンと言ってくれればいいのにな、みたいな、思ってたけど。その、まあ、楽曲のクオリティはもう、ね、もうめちゃくちゃかっこいいんだけど、その音の部分で、ほんと、80年代みたいな。そう。ペライ感じがね。そう。あるしかね。そうっすね。そうなんですよね。ちょっと物足りなさっていうかね、薄さみたいなの。薄い、ね。そこは。感じがね、思ってたんだけど、その、ベストアルバムの BT とか聞いてる。うん、段階では、うん、でもその後にこの悪の花のバージョン聞いて、うん、おーこれだよこれみたいな、サウンド目の厚みが出てる、厚みが増してて、いやー、それは結構やっぱ来たーって感じでした。うん、そうですね。ベストアルバムにはオリジナルの方が入ってんだね、これは。うん、なるほど。殺しの調べのバージョンはそのベストアルバム BT には入ってないね。悪の花バージョンが、まあオリジナルが全部、オリジナルが入ってると、うん、他の曲 も基本全部オリジナルが入ってるってことです。あ、そうなるほどなるほど。多分そういうコンセプトというかそういうあれでやってんだろうね、あっちはね。あのベストアルバムは、まあ、っていうことなんですね。時系列でやってる感じなんで。ああ、そっか。時系列のことだよね。なるほど。だから再録は基本入れてない。なるほど。このね、再録バージョン、もう入り方からいいっすよね。なんかもう、いきなりしょっぱなの感じ。おうって。いいよじゃね。そう。おうみたいな感じで入るじゃないですか、いきなり。ポッ。でってのあとに、いいやーって。で、リフが来るってね。いいやーはいいよね。あれはいいよ。あれをなんかさ、あのイメージがすげーあってさ、この曲。はい。で、高校の時とかにさ、なんか、割と普通の、そういう別にロックが好きとか言う、じゃない、普通の友達と、カラオケに行って、はい、これ歌って、で、イーヤーって入って、で、うわーって言うじゃん。あって、うわーって、で、それを完璧にやるわけですよ。はい。そこでなんかね、わ、なんか面白いねって言って、ま、面白い、またカラオケ行こうっつって、で、悪の花歌ってっつって、そこの部分聞きたいっていう。そう、ロックをそんなね、
別にロックにディープな人たちじゃないんだけど、そこをなんかね、うん、面白がっていただいたっていう記憶がありますね。そう。いいよって。これをレコーディングの時な、どういうテンションで臨んでんのかとか気になりますけど。いやー、めっちゃテンション高いでしょ、もう。結構高めて高めて。うん。これ入り込まないとね、取れないっすよね。これでもイントロの、あの、リフのところにいちいち、ふわーっとか、ね。そうそう。律儀に一個ずつ入れてくる。そう、一個ずつ。ふわーっとか。で、ちょっとずつパターン変えてる。ちょっとずつ変えてて、そうそう。あれがいいよね、なんかもう。ちゃんといろんなパターン入れてるっていう。そう。あれがね、もう、オリジナル版もそうだけど、最初聞いたときに、なんかもう、どんだけ存在感出したいんだよって、一番最初に聞いたとき思った記憶がありますね。ふわっ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 これだって、いろんなパターン。いろんなパターンが。ちゃんと全部パターン変えてんのはね、すごいよ。そうそうそう。いいよね。いい。なんかね、かわいいですよね。そのかわいいですね。かわいい。かわいいですよ。そこのかわいさはわかります。全部、全部バリエーション変えてる、みたいなかわいさ。あえて弾いてみたりとかね。そうそうそう。ちょっとね。ちょっと控えめに。いっぱい出てみたりとか、なんか。あれ。いやー。撮った後のね、スタッフの反応とかもどうなんだろう。いや、爆笑してたじゃないの、もう。あれの時と、あれと、いいね、いいね、って。もっと行こう、もっと行こうって。他のパターンないっすか？そう、もっと行ってみよう、って。ちょっと次違うパターンで、って。そんなに、あーに、そんなバリエーションはねえんだ、つって、思ってたかもしれない。そう。どんだけ求めるねんつって言ってたかもしれない。いやー、でもそっからの歌がめっちゃかっこいいじゃないですか。あ、そう、ビーはここで終わりにしようぜって。めっちゃかっこいいっすよね、その歌の入りが。この歌の入りと、あとギターのバッキング、たっ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 たじゃ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 って、なんか下がってくる。はいはいはい。いやー、これ、ほんとギターの、ギターのバッキング、もう全部歌えるギターのバッキングですよね。うん、いやー。めちゃくちゃいい。全部。すっごいよね。サビもそうだけど。うん。ちゃっちゃっちゃ、でで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 、ちゃっちゃっちゃっちゃ、もうだから、その、歌メロじゃねえんだよな、俺らが歌うのはっていう。そう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 。そギターのそれをね、歌ってるっていうか。う俺らみたいな人種が歌うのはギターの方なんだよっていうとこだよね。そう。でで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 、でずちゃっちゃーちゃでずちゃっちゃーずちゃっちゃーから。ででででででで。いやー、あのギターはね、やばいよ、あれ。いやー、そう。殺しの調べバージョンだと、それが余計になんかかっこよくなってんだよな。そう、うん、洗練されてるっていうか。洗練されてんですよね。めっちゃいいんですよ、あの B メロのところとかもすごいいいし。で、なんか、微妙にハーモニクスみたいな気がしてる感じ。あ、そう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 。ちょっと、微妙にハーモニクスな感じですね。完全にビギャーってやってない感じ。ペペペペペペみたいな。そう。そうそう。いやー、これ全部本当にもう、歌えるギターフレーズ、ずーっと。このギター。サビとかも本当そうだもんな。このギターフレーズはね、本当衝撃ですよね。これは相当影響。与えますよね。なんか、これがまたね、あの、
音質的には普通のギターの音でやってんのが、はいはい、やべえんですよ。うん、キーボード的な音ではないんだよね。はいはいはい、はい、でもプレイ的にはいやでもやっぱギターのプレイじゃねえだろうみたいな、うんうんうん、絶妙なところがね、確かにすごい、これ本当すごい、うん、ピエロってバンドあるじゃないですか。ピエロの鳥かごっていう曲が自分は好きだったんですよ、はいはいはい、昔で、その頃全然爆竹知らなくて、その頃っていうか爆竹最近まで自分は知らなかったからあれですけど、鳥かごって曲かっこいいなと思って好きだったんですけど、うん、でこの悪の花聞いてめっちゃ悪の花に影響されてんだなこの曲っていうのなんかすごい感じて、めちゃくちゃ似てるなと思って、そう、チャチャチャラチャチャチャラララとかで、で鳥かごを久しぶりにすごいだからそれで聞き直したら、なんか結構全然違って、全然違ってたんだけど、はい、意外と聞き直したら全然違ったんですけど、しかもギターっていうかシンセの音でやってんだな、みたいな感じで、今話聞いてて、それを、ね、爆竹はギターでやってんだっていうのがなんか。いや、それもね、まあ今井さんも、うんうん、ギターシンセ、ね、全然使ってるし、はいはい、ギターシンセ、うん、実際のシンセも使ってるしなんだけど、ここではあえてそのギターでそれをやってるっていうところが、はいはい、うんうん、この曲はあえてそこをし、すごいんだよなあのセンスっていう、うん、まあでもいずれにしろ悪の花に影響を受けてるのはもうめちゃくちゃいっぱいあるとだろうね、ね、そう、うん、数えきれない。そうだろうな。うん。うん、もう、幾千のだよ。そう。いや。幾千の。幾千のバンドに影響を与えて。与えてる。超、無理やりやけどね。いや、これはもう、ほんとそれぐらいの曲ですよね。そういう曲なんですね。やっぱこういうルーツがちゃんとやっぱあんだな。うん、いろんなバンド。いやー、これはかっこいい。この曲、感想のあたりでちょっとギター狂った感じになるじゃないですか。なんか、ちょっと外れたような音になるっていうか、なんか、ちょっとギターの、なんていうか、ギターソロのところ？ギターソロのあたりぐらいっていうか、ギターソロの。でで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 、で、なんか、ブルーブルーみたいな。で、なんかそのちょっとずれた音階がちょっと外した音階みたいな感じに、なんか、その後ぐらいからなんか、なって、で、てれ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 てなんかその狂ったやつのでなんかそのボーカルが上がるじゃないですか、なんかああはいはいはい、ああはいはいはい、てれ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 てが、なんかそこがちょっと感想分けのところ上がってるところが、そこがすごい好きですね。なんか高いのでハモるっていうか、なんか。あれ、あそこね、あそこかっこいいよね。はい、あそこかっこいいですよね。指の隙間でこの世界が回る、ちょっとなんかそう。高くなってハモるっていう。高くない胸抱きしめ、そこだね。で、そこのギターがなんかちょっと狂ってる感じになってるのが、なんかすごい好きで、あ、その辺が超いいなと思って。なんかライブでも桜井さん上の方歌うもんね。うん、そうそうそう。ね。あれがかっこいいんだよな。そうですね。その上の方に上がる感じが、そこだけ上がる。そこのギターが狂ってんの？なんかそこのギターがなんかちょっとこう。てってってってれれれれて。あ、そうそう。てってってれれれれれて。みたいななんか、そう。そこがなんか。なるほど。まあ、狂ってるって言ったら、今井さんのギター、常に音程感狂ってるけどね。常に。全般的に。でででででででここに限らず。そことか、そういうとこももうなんかね、
合ってんのかなみたいな。あれ、ほんとすげえセンスだなって思うけど、ほんとね、あれだこいつ、あのね、下手したらね、こいつ音痴だなってなるようなギターを弾くんだけど、それがハマってんだよね。そう。いや、だからなんかそこだけなんかね、そこのちょっと前ぐらいからがなんかずれてるように聞こえるんですけど、でもなんか、いや、全然それが、あの、いいんですよ。めちゃくちゃかっこいいんですけど、あ、うん、そう、ずれてる感、あえてずらしてるんだろうっていうか、前の、なんだろうな、前半部分と結構だから違うように聞こえる気がしてるんだけど、はいはい、なんかちょっとわかんない。なるほど。そこがなんかちょっとあえて外してる、だったらめちゃくちゃかっこいいなって思ってて、で、そこになんかしかも、ボーカルが高くなるっていうのが重なってきて、うん、ここの部分めちゃくちゃ熱いな。あそこかっこいいよね。ギターソロ明けの。甘いぬくもりが目に染みただけ、あーってなって、その次が上がるとこですね。あーって言ってるね。あー、あーの後か。指の隙間でこの世界が回る。熱く、きらめく。あ、そうそうそう、そこ。ロンリーデイズ。そこのタラタラだったみたいなギターって、それはもう結構ずっと入ってんのかな、これ。最初の。その手前から入ってるよね。手前から入ってんだよね。うん。その部分って結構音厚いから、なんかそこまでなんか印象ないと思うんだけど、だからそこの、ちょっとね、自分的にはそのタラタラだったみたいな、それがすごい、なんか、ちょっと外してる感じがね、すごい。ああ、そう。燃える血を忘れたのところが、それが結構、フィーチャーされてるっていうか。なんかそこがちょっとフィーチャーされてないなんかその辺のギターが。ああ、されてると思う、そこは。うん、一回こう、ちょっと落ちるところだよね、そこは。そう、うんうん。で、多分他の音が落ちて、その音は割とこう、そのまま残るみたいな感じになってるから。ねうん、あ、ここでなんかちょっとおかしくなったな、みたいな感じが。受けて、で、その後に、こう、うん、さっき言ってた、うん。高めのハモリが入ってくるっていうのがね。うん。あそこやっぱハイライトだよね。一番、うん。そしてこれがちょっと今聞いてる方々に通じているかどうか、わからないですけど。爆竹ファンは大丈夫だ。爆竹ファンはきっと、タタルタタタっていうギターです。もうそれはもうだ全然めっちゃ印象的なフレーズだから。まあ結構その悪の花とか他にもあるけど、基本的にはそのシングル曲については、はいはいはい、基本的に手を加えないっていう方針だったっていう風に言ってますよね。このアルバムのなんかシングル曲ってどれとどれがシングル曲？悪の花はシングルだよね。悪の花、スピード、ジュピター。ジュピターとか。ジャストワンモアキス。まあ、あとはあ、マット、MAD。まあ、これはちょっと例外じゃないかな。それだけはもう完全な例外、ね。これはもう、うん。うん。でもその悪の花、スピード、ジュピター、ジャストワンモアキスは、まあまあ、ほぼほぼ、そのなんかテンポ感とか。まあ、骨格みたいな。骨格は、うん、変わらずっていう、うん、なんかそれは割と最初からそういう前提だったらしいですね。はいはいはい、はい、まあ悪の花も骨格は同じ感じですもんね。同じ同じ。それをやっぱり、うん、グレードアップさせたっていうか、ね、そうですね、うん、ってとこですけど、悪の花は他になんかありますかね、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。結構なんか今パッと思いついただけだけど、はい、この悪の花のね、桜井さんの歌メロと、はいはい、今井久志のこの ギターの割と単音で、うんうん、単音でバッキングを弾くようなメロディアスな感じが、結構あのスウェードのブレッド・アンダーソンとバーナード・バトラーのあの絡みになんかちょっと似てんなーっていうの、今パッと思いついただけなんだけど、
似てる気がしますね。あれ、結構そうだよね。うん、うん。ああ、なんか今似てんなと、と思って。うん。うん。まあ。スレードはあんま自分は聞いたことないですけど、うん、音楽性的にはどんな感じなんですか？なんか、爆竹と似た感じのところはあるんですか？そんなに、似てはいないけど、結構オルタナ的な。スウェードはもっとね、ブリッドポップの、はい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 、ブリッドポップ、だからオアシスとかブラーとか、あの文脈ですね。はいはいはい、あの中での一番耽美的な、大敗的なことをやってたのがスウェード。耽美的な感じなんですね、なるほど。結構ルナシーファンと相性はいいと思いますね、スウェードは。いいっすよね。うん、僕もスウェードだから好きですもん、すごい。うん。あと、イエローモンキーがめちゃくちゃ近い。ああ、なるほど。そうなんだ。うん。イエモンとかルナシー、そうだね、その辺。うん。ボーカルとギターの関係性みたいな、うん。ところは。そう、なんか歌メロとその、ギターの絡みの感じがなんか、うん、ね。めっちゃ特徴ですよね、スウェードは。うん、スウェードがまずそれめっちゃ特徴だから。うん。いいっすよね。うん。そこになんかちょっと、ああ、なんか今似てんなと思って、ふと思っただけなんだけど。はいはいはい。まあ確かに。うん。ちょっとそのスウェードは。いや、スウェードね、スウェードはね、はい、もう絶対、はい、あの、いい聞いて、うん、あーってなるよ。なるほどってなる。あの、うん、これいいってなる。歌の声の感じとかもやっぱビジュアル系に近いっていうか好きですよね、多分。ビジュアル系好きが、親和性を感じる、そう。ブレット・アンダーソンの声は好きだと思いますね。そう。多分同じところにルーツがあるんだよね。デビッド・ボーイとかさ。はいはいはい。そうですね。で、その、やっぱ洋楽と邦楽との違いはあれども、同じとこになんか影響を受けてる人が、その、うんうんうん、同じ時代に表現をしてるってとこで、やっぱすごい親和性があるんだよね。スウェードと時期的には結構重なってる感じですか？爆竹のこの辺の曲。殺しの調べとか。スウェードも90年代初頭で出てきてるようなバンドだから。割と近いですね、多分。まあ、なんなら爆竹の方がちょっと早いかなぐらいかもしれない。なるほど。うん、いや、全然早いわ、うんうん。結構ね、このビジュアル系、初期ビジュアル系とかなり親和性があるから、うんうんめちゃくちゃあるよね。なるほど。結構だからその辺好きな人が聞くと好きになりそうな気がするし。うん、なるほど、なるほど。うん。なんかその後に、あの、ブレッド・アンダーソンとバーナード・バトラーが二人で再結成したティアーズっていうバンドが。ああ、はい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 。あれも、そうだね、あの、聞いてましたけど、うん、めちゃくちゃやっぱいいなって思ったし、うん、あの辺はね多分僕ら世代っていうか多分これを聞いてる名盤ラジオリスナーさん多分ねいい好きだなって思うんじゃないかなって気がしますね。いや聞いてみよう。なんか声の感じとかねちょっと耽美的な感じとかはねなんかそうそうそう。うん。あとでおすすめアルバム教えてよ。そうですね。あのね、あの感じがね、あの感じを感じるのが、その、はいはい、この、何桜井さんと今井さんのこの絡みなんだよね。うん、他にあんまないじゃん。確かに。この悪の花での絡み。はいはい。あのスウェードの方法論やってんのが、スウェードしかいねえんだけど、うん、うん割と近いことやってんのが爆竹なんだよ。だやっぱそこがすげえんだよ。そこがすげえんだよ。スウェードの方が後なんですけどね。
スウェードのガとか。スウェード絶対爆竹聞いてないじゃん。いや、聞いてるかもしれないです。聞いてんのかな。おう、この悪の花を、イギリスの衝撃を受けて。イギリスの爆竹ですから。イギリス。レディオヘッド。イギリスの爆竹レディオヘッド。だからもう広まってるんですよ。イギリスに。イギリスに爆竹がかなり。これすごくない？ねえねえ、殺しの調べ聞いたって。じゃあ、レディオヘッドもスウェードも爆竹じゃねえか、あいつら。そう。だからめっちゃ、あのシーンは爆竹っていう。うん、ジャパニーズチェリーボムが。かなり炸裂してるし。Hey, hey, hey, do you know 久し今いいっつって。そうそうそう。ジョニー・グリーンウッドと、そうそう。トム・ヨークが言ってて。今やばい。たや、バーナード・バトラーとブレッド・アンダーソンが、do you know 久し今いいっつって。またそこでもね。今いい、聞いたって。あとさ、ブレッド・アンダーソンとさ、桜井さんちょっと似てんじゃん。ああ。雰囲気が。当時の雰囲気が。わかるわかるわかる。うん、わかるわかる。あ、そうですね。ああいう、あつし桜井とか言ってたの。Oh, no, no. I'm not あつし桜井とか言って。I'm not デビルとか言って。いやそういう感じがするんだよね、マジで。するするする。なるほど、うん、これね、うん、笑えるけど多分実際、あのブレッド・アンダーソンとか、バーナード・バトラーとか音聞くと割とそうだなって多分、そう今めちゃくちゃ笑い話にしてるけどね。聞くと、いや、あいつ、そうだなって思う。そうだなって思うよね。うん、あの名盤ラジオ言ってること、あながち嘘じゃないんじゃないかって思うぐらいの、なるほど。説得力があるんだよ。だから、うん、爆竹の方が先にあった上での、あれっていう。そう。ああ。だから、ここではその先にあったっていうのをね、強調しておきたい。そう、強調しておきたいんだよ。いや、すごいですね。それさ、そこよりも先を行ってたっていうんですよ、ね。いや、下手したら本当に影響を与えてんじゃないかな、今みたいな。ブレッド・アンダーソン、確かに桜井さんっぽいっすね。似てるでしょ、いいよね。似てますね。いや、似てるな。ちょっと今、調べたら。当時も似てるし、年取ってからも若干似てんだよ。はいはい、確かに確かに。もうね、割と最近の写真みたい、年取ってるって感じ、似てますね。そう。いや、普通にめっちゃかっこいいよね。長さとか。確かに、髪型の。髪型似てるわ。うん、てか骨格とかも雰囲気似てる。絶対ね、絶対あいつね、桜井さんをね、移籍してんだよ。いやー、do you know?アツシ桜井って言ってる。Do you know アツシ桜井？おー、ファッキンデビルつって。おーつって。おー。おーつって。影響受けちゃってんだよ、あいつは。いやー、すごいな。スウェードってめちゃくちゃ世界的なバンドだと思うけど。そう。すごい、すごいことですね。うん、あ、なんか。太もも出してるんですか、太もも。いや、太ももは出せない。太ももは出せない。そこは。いや、でもね、めちゃくちゃかっこいいよ。ブレッド・アンダーソンとか、その、ティアーズっていうバンドになった後にサマソニーに来たやつで見たけど。うん、あ、俺も見た。めちゃくちゃかっこよかったですよね。かっこいいよね。めちゃくちゃかっこよくて。うん。いや、いいんだよ。バーナード・パトラーもそうだけど。ここでね。めちゃくちゃかっこいいって。はからずもこのスウェードとの類似性というか。類似性が。いやー、すごい。もうどんどん話がもう、行くな。爆竹は。やっぱそれだけやっぱ先進性があったし、うん。その、やっぱり、海外のトップとやっぱ通じてたというか、通じてるわけじゃないんだけど。ね、まあそこのなんか共通項みたいなので話せるわけですから。そうそうそう。うん、
それぐらいのバンドなんだよな、爆竹ってのあるよね。うん。そう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 。いやー。なんなら爆竹のが早いし。そうそうそう。なんなら爆竹のがイカれてるし、っていう。そう。そこがね。うん、そう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 。そうなんですよ。いや時代が時代でなんかこう爆竹の音が海外でも、ね、聞ける状況だったら すごいまた違ってたかもしれないですよね、評価されて。うん、うん、まあね、ちょっと悪の花で終わっちゃうんで次にも進みますかね。あ、そうですね。うん、そうタイプなんかいろんな、一曲ね、一回ずつやったら14回にわたってやる、いろんな話がね。うん。ねえ、こう、やっぱ50枚記念だから全14回にわたって。やばいやばいやばい。最長。ね。行く方の身にもなれっていうやつです。そう。怒られる。お前ら、どっち話すんだろうね、みたいな。じゃあ、行きますか。はい、次、はい。3曲目が、Do the I Love You。この曲は、結構なんか、あれですよね。おしゃれな感じの雰囲気ですね。これはね。うん。これは、なんか。始まりがね。で、うん、でれって。あれ、すごい、ね。リハーサルしてる感じっていうか、サウンドチェック感っていうか。サウンドチェックあるよね。サウンドチェック感ありますよね、めっちゃ。スタジオで録音したやつ感ありますよね、めっちゃ。なんか、ジャガーとかジャズマスターの思想みてえな。そう。はいはいはい。なんか、あの、スタジオで練習を自分たちで撮って帰って家で聴いた時のやつ感がすごいある。再生したときになんか最初こういう音入ってんじゃないですか。入ってる入ってる。はい、すいません。買って言ってていいね。入ってたでしょ、タクの持って帰ったのにも。そうだね、MD で入ってるよね。この最初の、うん。バンドで合わせる前のなんかね。そうそう。感じ。あの曲はだいぶもう原曲との差に結構びっくりした感じの曲の一つでしたね。原曲、オリジナルはもっと早いよね、すごい。だいぶそうですね。若いなって感じの。そうそうそう。あ、なんかこんな全然違う感じだったんだっていう。うん。若いなって感じだよね。だいぶそれが明らかになんかうまくなったっていうか。まあ、この辺はだからそのシングル以外の曲で取り直してるってことで、そのアレンジ含めてやっぱだいぶ変えられるっていう。まあその変えることに意味があるっていうことだよね。これをやる意味っていうところで。だいぶだから原曲の方面白いよね、これ。なんか。原曲の方ね、コミカルにすら聞こえる。コミカルだよね。まあ、それはわかる。ねえ。すごい、それをよくこんな、ジャシーな、かっこいい感じにしたなって。原曲、確かにめちゃくちゃコミカルだよね。すごいコミカルな感じ。ギターとかもさ、なんか左右に振ってさ、あの辺もさ、なんかちょっと恥ずかしくなってくる感じあるよね。若すぎて。若さめっちゃ感じるな。いや、若いなって。いやー、すごい進化を感じますね。うん、まあ、それに比べるともう本当めっちゃ洗練されてる。めっちゃもう、本当に。で、で、でれ、でれ。でもバンド全体が入ってきてもめちゃくちゃかっこいいもんね、その。ああ、そうですね、うん。やっぱ爆竹ってこういう感じのタイプの曲もできる。ところが本当すごいですよね、うん。これはそうだよね。やっぱ結構跳ねてるというかね。そうですね。
アレンジがだいぶやっぱかっこいいですよね。やっぱなんか恥ずかしくなっちゃったのかな、オリジナルを見て。いやー、ほり恥ずかしいなって。今ならね、この時代のはね、うん、今ならもっとかっこよくできるぜみたいなところなんですかね。まあまあ、もうこのアルバムをやる意味がもうそもそもそれですよね。うん、まあそうだよね。そうだよね。うん、なんかその原石としてすごくいいやつを今だったらもっとできるぞっていうことで、まあこれが選ばれてるっていう感じですかね。いや、めっちゃ本当なんか初期のやつは若いな。桜井さん。若いよね。本当に若い。いやー、声も若いよね、本当に。まあ、若いっすね。まあ、やっぱアレンジ的にかっこよくなってるなって感じだな、これは。ミュージシャンとしてすごい明らかに成長を遂げてる感じが。いや、もう本当そうだよね。めちゃめちゃ顕著な。うん、かっこいい。結構なんかジャジーな感じの曲ですけど、うん、なんか一番最後の終わりの方ってなんか結構ブヨブヨした音がなんか入ってるんですよね。なんかあのやばい音がなんか突然なんでっていう感じのブヨブヨみたいな感じ。ブヨブヨっていうかなんかブヨブヨした音が、あのブクブクにブクブクとの時のあの音あるじゃないですか。あれみたいな音が結構一番最後に唐突に入ってたりして、まあモジュレーション系の音じゃないの、あのなんかフォインフォインフォインっていうブヨヨヨヨみたいな。でも本当の最後の最後でしょ。あ、もう超ラストだ。超ラストだよね。あの辺はでもあのこのアルバム結構あるけど、うん、曲の最後ってもう次の曲へのつなぎにもうかなり徹してるよね。結構もうそこのつながりを意識してる。いや、もう完全に、ね、もう ほぼ全曲そうじゃないかぐらいな感じで、ね、うん、次の曲へのつなぎをもうその曲の中でやってて、うん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 、でももうね、それが許されるアルバムっていうか、もう確かに、もうそれを前提にしたアルバムだから、うん、だからこの曲の最後もそうだよね、もう次へのつなぎをもう最後の最後でやってるっていう、ね、そこら辺がなんかアルバムアーティストというか、うん、そうですね、うん、どういう形であれアルバムとしてやっぱ一つの作品を成立させるっていう意識はすごい強い、うん、そうですね、確かに感じはしますよね。あ、だからこれは本当やっぱアルバムのね、うん、あの枚数のカウントにもしっかり入ってくるっていうのもそういうことですよね、うん、一つのここで作ったアルバムだぞっていう、うん、ことなんだと思うんですよね、ただの寄せ集めじゃなくて、うん、さっき忘れたけど悪の花の入りもめっちゃかっこいいですよね。あのブワーンって入ってくるこのかっこいい、かっこいい。あれね。やっぱだから、つながりのところは。つながりでしょ？パッと切り替えのところっていうかね。うん。うん、確かに、確かに。やっぱ、すごい、アルバムとして確かに、めちゃくちゃちゃんとアルバムとして作られてっていうのは、すごいわかりますね。うん。アイコノクラズムのね、ああ、そう。みたいなところから。そう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 。ああ、もうって。それに、あのね。いいよね、あのつながり。つながり、あのつながり。いや、全曲これ結構ほんとつながりも絶妙だもんね。確かに。これはもうこの先も全部出てくる話だなって思うな。こだわってんなぁ、すごいっすね。いやー、もうそこはね、このアルバムも書くっていうか、もうそこ、それもありきで全部組み立ててる感じだなっていうとこだよね。だから、最後のブヨブヨ音は次へのちゃんと。そうそう、次への。うん、でもそうっすね。スムーズな次へのつながりとしては本当にその、最後の、うん。うん。だと思うな。唐突にやっぱ入ってきてるんで、明らかに。ピューン！そうそうそう。そうだね。
割とアコースティックなサウンドだったのに最後にそういうの音が入ってきた、そしたらやっぱ次に来る曲がね、そういう曲ですもんね。うん、うまく橋渡し的な感じになってるというところで、次が4曲目、Victims of Love。はい、はい。これもまたなんか、割と序盤で結構な対局来たなって感じじゃないですか。そうだね。これ分数で言うと、7分以上あるから、なかなか長い。ねえ、結構序盤で。そうなるんだね。そうですね。そうなるんだね。結構。でも結構これ、後半っていうか最後の方、だいぶ別の展開になってて、うん、実際のその曲の分数以上にめちゃくちゃこの全体としては長いっていう感じっすね。この曲ね。この曲は原曲聞くと、めっちゃ早いんですよね。早い。早いよね。早い。めっちゃ早いですね。僕はこの殺しの調べバージョン先に聞いてたから、原曲聞いて、なんか、えって感じはしたけど。なんか倍速かなみたいな。いやいや、そんなせっかちに並んでもっていう。1.5倍速パターン。そう。まあ、その辺が若いなって感じはしたけど。1.5 倍速感あるな、確かに。あるよね。ある、めっちゃある。あれ、設定なんかこれ違うのかなみたいな。いや、すごいある。まあ、これもでもやっぱ正解なんじゃないですか、やっぱり、このタイプテンポ落として。こっちの方がまあ、いいよね、全然。曲が活かされてるっていうか。そうですね。もともとの。でもこの曲については、星野さんがインタビューに答えてるやつを、なんか僕は見たんですけど、はいはい、ライブで一番変化を見せてきた曲って言ってるんですよね。そもそも。これ、ちょっとライブ見ましたけど、めっちゃ感想のとことか長いですよね、このライブバージョンだと。なのでそういう位置づけの曲なんだっていうのが、なんか。そうそうそう。もともとセブンセブンに入ってる曲ですけど、でもなんかまあ結局そのアレンジで、この殺しの調べバージョン入ってるわけじゃないんだけど、まあこういうライブで変化してきた曲の存在がこういうなんか再録アルバムを作るきっかけになったかもっていう風には言ってて、でこの Victims of Love のギターが星野さん的にはなんか自分のプレイではなんか一番好きって言ってて、ベストでなんかアームを使って新しい面一面を見せられたみたいなこと言ってて。うん。おぉ。で、なんか、聞いても正直全然わかんなくて。わかんないね、確かに。え？アーム使ってるとこある。星野のギターどれみたいな。っていうか、アームってどれみたいな。的に正直、どこをどっちがやってんのか全然わかんないですよね。いや、もう、本当にそれ思って。アーム使ってる感はないな。ねえ。ない。全然言わないよね。そう。それがね、まあ、その、最初にインタビューそれ見て、で、どれどれって曲改めて聞いて、全然わかんねえってなって、いや、でも、ライブの映像を見たらわかるかもと思って、あ、ライブ見ればね、クライマックス・トゥ・ギャザーの、この曲見たら、ね、コード弾きをアームでやってましたね。コード弾きをアーム？A メロとかの。そこ何コードじゃーってやりながら。めっちゃ普通のコード弾きだから、なんかもう、これかーって思ったんだけど。A メロの ?A メロの、コード弾きアームでやってましたね。じゃらーんってやつ？いや、普通のじゃーんって。じゃーんってやつだよね。うん。
だね。じゃーんってやった後、ちょっとこう揺らしてるみたいな感じなのかな。そう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 。アームを持ちながらコードを弾くっていう。ああ、でも。右手でね。エフェクターでやってんじゃなくて、なんか、じゃん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 みたいな感じに、ちょっとなってる、気はする。いやー、でも。いやー、違うよ。ほぼわかんない。もうちょっとの揺れ、アームでやったんじゃ、そんな感じにはならない感じですかね。揺れってことだよね、ちょっとの。ほんのちょっとの揺れを。いや、あの、ものすごいオーソドックスなアームの使い方ってだけでしょ、これ、多分。じゃーんってやって、おいーっていう。じゃーん、おいー。で、その、なコード引きでアームを使って、なんか、はいはい、こういう使い方がっていうと、あの、マイブラッディ・バレンタインとかさ、はいはいはい、あの、シューゲイザー的なこう、ドワーってやって、はいはいはい、うわーっていうのを思い浮かべるんだけど、それじゃないよね。うん、そのプレイじゃないよね、これ。そうですね。もっとオーソドックスな方で、ね。一番オーソドックスな。一番オーソドックスな。それがすごい良かったんですね。そう言ってますね。今までやってなかった人がやってたらそうなるのかな。いやー、なんか、初めてアームを使った思い出の曲みたいな感じ。奥ゆかしいですね。奥ゆかしいですね。奥ゆかしいなって思いましたね。うん、アームもね、ね、やっぱ慣れてない人は、あれをこう、うん、うまく曲に組み込めたって言って喜ぶ、あれはあるんじゃないでしょうか。喜ぶって。いやー、だから。揺れてる感じはあるな。なるほど。うん。まあ、この、だから曲の雰囲気に、その揺らしてる感じがマッチしたマッチしてなんだと思うんですよ。そこに、そう、ね。マッチできる、マッチしてるのができたっていうことですよね、多分ね。そう。多分。でもなんか、アーム使ってとかってなると、やっぱなんか、ギュバババーンみたいな。そう。あれ、この曲どこにそんなのあったっけなと思って。我々がもうあれだったんですね。アームのイメージがもう、それにこう、固定観念にとらわれてしまって、固定観念というか。ああ、それはあるかもしれないよね。90年代以降のそのアームの使い方っていうと、やっぱ、マイブラッディ・バレンタイン的なさ、割とドメスティックに使っちゃうみたいなのはあるけど、本来はそうじゃないわけで。単純にその、ビブラートというか、なんていうか。そう、ビブラート的な、で使うのが本来的な、あれなわけで。うん。トレモロアームです。あんな、飛び道具的に、使うものではないと、そもそも。そう。うん。ケビン・シールズとかさ、スギソウとかがおかしいだけです。ギュワワワワワワって、ワワあんな想定はしないよっていう。そうですね。うん。そういう、なんか、本来の使い方をちゃんとできたっていうのを、星野さんが喜んだ曲がこれなんですね、きっとね。そういうことアームってこうやるんだねって、ギャーンって、ワワワワって。それは割とね、ちゃんとね、尊いことであって、X のヒデとかはね、アーム使ってね、ユニットごと外しちゃったっていうエピソードありますからね。はいはい。トレモのユニットごとボカーンつって。どんだけ思いっきりどんだけやったんだお前みたいな。だってぶっ壊すやつがいるからね。ぶっ壊すやつもいるから、もうちゃんとそうやって使えたのは偉いことなんですよ。ですね。まあもう、曲に合わせてそういうプレイができるっていうのが素晴らしいことですよ。そうそうそう。ちょっと大人になったなって思ったんですよ。きっと。曲が求めてることをね。そうそうそう。まあそういう意味ではこれはもうバッチリじゃないですか。そう。そういう観点で聞きましょう、これから。ですね。揺れてる感じがね、この曲の雰囲気をうまく。アーム使いこなせた。
ですよ。これだと結構リズム体がなかなかいい仕事してるっていうか、なんか結構斬新なベース、はい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 、リズムとか、ドゥー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 みたいな、はい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 、サビでそういう感じでやるんだ。確かに確かに。その辺とかもね、なかなか斬新ですよね。斬新っていうか、味わい深い曲ですね。ライブでやっぱ感想を長くする曲だなーって感じの。うん、うん。そういうイメージあります。であとこの曲の、うん、うん。サビもすぐ来るんだよね。すぐ来るって、唐突に来るよね、サビも。来るね。唐突だね、確かに。結構唐突に来るよね。で、で、ああいう感じと、ドゥー、ドゥー、ドゥー。うん。サビのメロディーとかもほんとさすがって感じだよね、うん。これは星の3曲なんですか、これ。いや、違う。これは違うんだ。うん。一番ベストプレイしたけど、自分の曲ではないです。この曲、この頃はなんかそんな曲書いてないから。ああ、なるほど。この頃はあんまり、なるほど。あ、そうなんですね。か、星野さん曲を書き出したのは割と、まあ前から書いてはいるけど、やっぱ、うん、開花したのはやっぱジュピター以降って感じだね。なるほどね。あ、そういうことなんですね。うん、この曲最後なんかちょっとなんか急に止まっておかしくなったりするじゃないですか。いやー、まあこれはね、これをまた次への布石。そうそうそう、これだって分数めっちゃ長いけど、うん、最後の方も、ああ、そういうので確かに。次につながる。なるほどね、確かに。カオスがもう、こっから入ってるもんね。うん。そうっすね。そうだね。確かに確かに。1分ぐらいそんな感じですよね、実質。うん。もっと長いと思う、多分。うん。そっか。そう、なんか最初ちょっとなんか、音飛びしたのかなって、一瞬思いましたけどね、はいはいはい、普通に。音飛びなんてしないでしょ、スマホで。いやいやいや、電子レンジ使っててとかあるじゃん、たまに。なんか。Bluetooth 的な ?Bluetooth 的なスピーカーで聞いてる時とか。なるほどね。そう。じゃあ、その、次に繋がったところが次回ってことで。うん、わあ。次回なんだね。はいはい。に、はい、ああ。2回目をここで終わりますね。なるほど。3曲進みましたよ。いやー、頑張ったな。3曲進んだな。ってことで、次はまた5曲目からですね、はい、やっていきたいと思います。はい。はい、次回へ続きます。